日本代表と最終予選で同じ組に入っているオーストラリア代表。第1節ではバーレーン代表に0対1とまさかの敗戦を喫し、第2節ではインドネシア代表に0対0で引き分けるなど、決定力不足に苦しんでいたが、2018年からオーストラリア代表の監督を務めていたグラハム・アーノルドさんの辞任が発表された。オーストラリア代表は10月に中国と日本代表との試合を控えており、後任監督はこれから決められるものの、国内リーグかフリーの監督が登用されると見られている。以下、このニュースに関する海外の反応をご紹介する。オーストラリア人の反応。アーノルド監督はワールドカップに出場するための最終予選で惨めなスタートを切り、監督の座を退いた。彼にまだ辞職するという先見の明があったことに驚いている。神様、素敵なニュースをありがとうございます。ワールドカップの成功とアジアカップでの失敗。彼は自分の仕事をしたが、今は前進する時であり、若返りが必要だ。もう終わりだ。オーストラリア代表は2050年までワールドカップに出場できない。約6年間代表チームを引っ張ってきたアーノルド監督のリーダーシップはしぼんでしまった。時代の終わりだ。ポステコグルーを除いてオーストラリア人の誰が監督を務めてもチャンスは巡ってこない。中国との試合に向けて2週間準備を行うことを考えると、1週間で世界的な採用活動を行うことは不可能だ。バーレーン代表に負けただけでなく、日本代表がバーレーンに大勝したのがいけなかった。ライバルの日本代表がバーレーンに5対0で勝利しているというのに、オーストラリアが負けたら話にならないだろう。アーノルド監督がイラン・クンダを先発させなかった時からこうなることは分かっていた。必要なのは今後数年間にわたってオーストラリア代表を前に進めてくれる若い監督だ。アーノルド監督はアジアカップのベスト8で敗退して以降、苦戦していることを告白していた。この才能のない男のエゴには困惑させられる。自信がなくなった時に辞任すべきであり、とても利己的だ。ワールドカップの出場がどれだけ重要か。アーノルド監督のせいで代表に関わる全ての人のキャリアが停滞してしまった。馬はもう逃げ出してしまい、後の祭りである。これまでの結果を考えるとワールドカップ出場は難しいだろう。オーストラリアの代表監督として最も長く指揮を取っていた人間がこのような形でお別れになるのは残念だ。アーノルド監督の勝率は 63% であり、テリー・ベナブルズに匹敵する好成績だった。将来のキャリアを考えると、解雇ではなく報酬を得て辞職するのは悪くない判断だろう。前回のワールドカップでのパフォーマンスは素晴らしかった。サッカー連盟に代わって自分で終わりを選択したことを尊敬する。非常に適切な判断だ。私たちは一刻も早くこの停滞した状況を打破したい。ワールドカップ予選の戦いを正常に戻すことのできる監督が必要だ。私たちは引きこもって守備をされる相手からゴールを奪えない。後任は誰が務めるのか。候補者リストはすでに作成しているのだろうか。緊急時の対応計画は優れた組織であれば用意されているが、オーストラリアサッカー連盟に期待してはいけない。トニー・ポポビッチは間違いなく大本命だ。彼やマスカットでなかったら非常にショックを受けてしまう。低迷していたメルボルン・ビクトリーを再び強豪の地位まで戻してくれたのはポポビッチの力だ。アーノルドは代表の監督として最も成功した人物だ。アンチェロッティを呼べないなら考え直すように懇願するべきだ。オーストラリアがこれまでの成功を継続させたいのであれば、サウスゲートを雇うしかないだろう。サウスゲートと成功という言葉に関連性はないように思える。空席はそのままにするべきだ。数ヶ月以内にトッテナムのポステコグルーを監督として雇えるようになる。キューウェルはやめてくれ。彼は監督よりもアカデミーやアシスタントコーチの方が向いている。ジョン・アロイージかマーク・ルダンになりそうだ。クラブレベルでの経験がどれほど役に立つかは未知数だけど、アジアのサッカーのレベルが上昇していることを考慮すると、私たちは代表チームに必要以上の期待をしてしまっている。オーストラリアにはスポーツがたくさん存在し、アジアの他の地域の投資に追いつくことができていない。オーストラリアンフットボール、ラグビー、クリケット、政治家はこれらのスポーツしか特別扱いしていない。政治家がもっと賢ければ国境を越えるサッカーの重要性を理解するだろう。今まで政治家はサッカーへの投資を無視し続けた。オーストラリアの世界での立ち位置はどれくらいなのか、それが分かるのはサッカーと陸上だけだ。近年ラグビーが国際大会で優れた成績を残せていないのも、私たちが感じている優位性が真実でなくなっていることへの警鐘だ。西アジアが飛躍的に成長している。日本の驚異的な進歩を考えると、 J リーグに注目してみる価値はあるでしょう。オーストラリアの人口は日本の5分の1に過ぎず、サッカーを真剣に受け止めている国に対抗するのは難しい。オーストラリア代表は中盤でボールをコントロールする選手が必要だ。もしボールを適切にコントロールすることができなければ、サイドから予測可能なクロスを上げることしかできない。オーストラリアのサッカーはトップからボトムまで連携が取れておらず、家内工業のような雰囲気がある。何年間も支えてくれたティム・ケイヒルはもういない。栄光を取り戻すためには大金を投入する必要がある。インドネシア人の反応。オーストラリア代表の監督がクビ。
ベトナム代表に続き、また私たちが相手の監督を解任させてしまった。辞任と報じているけど、成績を見れば解任したのと同じだ。同じグループで次にクビになる監督はサウジアラビアのロベルト・マンチーニだろう。2020年の AFF 鈴木カップでもインドネシア代表に負けたシンガポール代表の吉田がクビになった。パリオリンピックに出場するための予選でU23 韓国代表の監督も解任されたのを忘れなく。トルシエは2004年のアジアカップでも解任されており、それはインドネシアがカタール代表に勝利したからだ。インドネシア代表の呪いがまたもや炸裂してしまった。次は森保の番だ。今から準備をしておくように。実際のところオーストラリア代表はインドネシアを完璧に抑えていた。なぜ解雇されてしまったのか。 FIFA ランキングの差が激しすぎるから、インドネシア代表と引き分けじゃ満足できないらしい。日本は別次元のチームだけど、私たちはケビン・ダイクスやヤイロ、オレ・ドメニーが加入する可能性がある。もし日本と引き分けたら、下位チームに勝てなかったとして森保が解任される未来もあるだろうな。オーストラリア代表の次の監督はトルシエがやってみるのがいいだろう。今の難しい状況じゃフランク・ファリーナしか後任はいない。二次予選でオーストラリア代表は一度も失点しなかった。この決断は早すぎるだろう。インドネシアも帰化問題を提起して不快な状況を作り出そうとしている人がいるが、監督には不満がないな。中国人の反応。ワールドカップ最終予選で次の対戦相手であるオーストラリア代表の監督が辞任した。ふざけんな。中国代表と戦うまでやめるなよ。あと20日間我慢できればオーストラリア代表の決定力不足も解消するのに。遅くなってすまなかった。サウジアラビアのマンチーニ監督を救ったばかりで足を止めずに来たんだけど。オーストラリアとの勝ち点差が1だなんて、最終予選が始まる前に知っていたら嬉しさのあまり気を失っていた。中国代表はゴール数もオーストラリア代表を1点上回っている。それだけ聞くと中国代表も首位争いをしているように思えるが、実際はオーストラリアと最下位争いをしている。早く最も切れ味の悪い槍と最も壊れやすい盾で矛盾対決をしようぜ。心配するな。オーストラリア代表が失った自信は私たちから必ず取り戻せる。この決断に一番驚いているのは、中国代表を相手に10人で逆転したサウジアラビアの監督だろう。わずか1失点で監督がいなくなるなんて、君たちの監督の犠牲は無駄にはしない。このストレス体制の低さは、日本代表を相手に7失点した私たちの監督も参考にするべきだ。監督が辞めるということは、監督がいなくても中国代表に勝てるということですか。夜明け前に諦めるなんてもったいないことをしたな。恥辱を洗い流すための戦いはすぐそこまで来ていたのに。アーノルド監督は優秀だから、来月までに中国代表の監督になってほしい。オーストラリアの観戦チケットは中国よりも安い。カンガルーとの旅行を楽しませてもらう。オーストラリア代表も人材が枯れてしまって、昔ほど強くはないな。彼らは格上のチームと戦うことは得意だが、サッカーがあまり上手ではない。選手が監督のことを信頼できなくなったら終わりだ。後任の監督はハリルホジッチをおすすめする。クリンスマンがやっても面白そうだ。アジアカップでオーストラリア代表とも戦ったしね。